阪神5001系電車とは、阪神電気鉄道が1977年に導入した普通系向けの通勤系電車である。非冷房のジェットカー第一世代車の置換、エトレーボー化の推進を目的に、1977年から1981年にかけて32両が導入された。本校では編成表記を大阪梅田法線当社の車両番号で代表する。 高価原則の普通用車両、ジェットカーの冷房化は、九百七十年の五千二5261、計百七十一から五千二百七十四の投入以来中断していたが、急行用車両の冷房化完了に続いて九百七十六年より、順次着手された。このうち、ジェットカー第一世代で九百五十八年から九百六十年に、心臓の五千一系 5101系、5201系の32両については冷房化改造を行わず、冷房付きの新車の導入で代替することとなった。この代替で1977年に登場した、ジェットカーの新生冷房車が2代目の5001系である。MC1、MC2 の2両固定ユニット16本の、計32両が、向川車両工業で製造された。 阪神で5001型を名乗る景色は、これが2代目である。梅田型に、奇数車、元町型に、偶数車の全電動車による二両編成を組み、奇数車に補助電源装置と、空気圧縮機、偶数車に、パンタグラフと、主制御機を搭載する。車体の外観は3801.3901型と同様の形態である。 1977年に増備された3905、編成と同様、従来車より運転台が広く、乗務員室扉は、幅と高さが5センチメートルずつ拡大、車体長は10センチメートル長くなっている。登場当時は、行き先表示器のない単車や二両ユニットの在来車と、根結する必要性から、3905回と異なり行き先、表示器は設置されなかった。 側面には3905回と同様に、車外スピーカーが各2箇所設置され、車掌によるプラットフォームの乗客に対するアナウンスを可能とした。側窓はユニット窓、客用側扉は両開きであり、扉上部のと兵器で開閉される。屋根上には、奇数車には7機、偶数車には6機のマウマイナス13波、分散式冷房装置を搭載し、 偶数車の連結面よりには、下枠交差式のパンタグラフを取り付けた。車内の座席は、ロングシートで、他の普通軽車両と変わりのない車内見つけである。初期の5010までは、連結面側のつま面窓の片側が二段差し窓、もう片側が H ゴム固定窓となっていたが、5011以降は、両側とも H ゴム固定窓となった。 客用扉横の縦手すりの端部が50001回が直角なのに対し、5005回以降は丸くなっており、後年製造された5131.5331型でも端部の丸いものが採用されている。台車は3801.3901系。同様の S 型民電空気は値台車で、住友金属工業製造の FS-391A を装着する。 この台車は5101.5201型が乾燥を進めていた FS-391 とほぼ同じ台車で16両分は5201系の台車交換実施車の廃車発生品を流用、紹介像の上で装着している。車輪系も従来のジェットカー各形式と同様の 762mm で高果減速が重視されている。制御装置は 電動化無軸式の抵抗制御で、2両分8個の主電動機を制御する 1C8M 方式である。主制御機は、東芝製のポリエチレン -30AH で、偶数車の山川大阪寄りに搭載される。主電動機は、東洋電気製造の TDK-8145A を搭載する。主電動機出力は、従来のキロワットからキロワットに、 同居された。駆動装置は、中空軸平行、カルダン駆動方式を採用、歯車比は74、13である。補助電源は、出力79馬の CLG-346 系電動発電機を、奇数車に1機、空気圧縮機は、DH-25D 型を、奇数車に2機搭載した。5017の未通しより、C-2000M を使用していた。 ブレーキは電磁直通ブレーキの HSCD で発電ブレーキ併用、そもそも即ブレーキ付きである。そもそも即ブレーキは阪神線内での通常運用では使用機会がなく、後年になってマスコンハンドルがそもそも早側に入らないようロックされている。4両固定化後、連結器交換前の 5001K1987 年12月に、 普通列車が全車4両編成化されたのに伴い、5001型は1988年より4両固定編成化改造が実施された。同様の改造は5131系、5331型でも行われている。番号順に4両ずつの組成とし、中間に連結される車両の運転台を撤去して、客室化、客席と簡易運転台が設置された。 運転台の撤去に伴う車番の変更はない。従来の運行標識板に代わって、前面、側面に電動式の行き先表示器が設置され、旅客案内の向上を図った。前面の貫通ホロは撤去され、ステンレス製の飾り枠が設置された。日線系とは異なり、前面床下の連結線は撤去されていない。奇数車の空気圧縮機は、 dh-25d の2機から c-2000L の1機に交換され、5017も後に c-2000LA に交換された。1989年以降の改造車では、先頭車載全部の冷房装置が乗務員室の冷房化も可能な cu-10h に換装された。初期改造車で未交換であった5021回5025回でも、 後日の保全工事の際に交換され、全編成の乗務員室冷房化が完了、中間運転台撤去工事も1991年に完了した。5009回では当初からの連結面の妻窓が二段差し窓、H ゴム固定窓の両スタイル混成となっている。登場後15年前後経過した1994年から保全工事が実施された。工事は半身、 淡路大震災後の1995年に全車完了している。中間車の神戸寄りの座席を2名分撤去し、車椅子スペースが設置された。ドアエンジンは1シリンダ式に変更され、識別のためと当たりゴムは灰色から黒色に変更された。運転台撤去部の貫通ホールは、先頭車時代からの分割型から中間車用の1枚型に変更されている。 2009年の近畿日本鉄道との相互直通運転に先立ち2006年度から先頭車の連結機をバンドン型連結機から回り込み着連結機へ換装することとなった5013編成の5013.5016が阪神全体で初の試行となり2009年までに全車が完了した連結部への転落防止ホロの設置 座席モケットの交換等が施行されたほか、一部編成では、全消灯の LED 化が行われている。第一編成である5001から5002の2連は1977年3月14日に、第二編成の5003から5004の2連は4。大体として5001系及び5201系5201から5202、ジェットシルバーが3月11日付で廃車となっている。 1977年11月春行の5005から5006の編成から1979年3月26日春行の5015から5016まで合計6編成の投入によって5101.5201系の台車、手伝動機、駆動装置未換装車の代替を完了した3月30日春行の5017から5018の編成からは 廃車となった5101.5201型から、乾燥済みの台車、手電動機、駆動装置を流用、新生車体と組み合わせて収益させた。1981年1月に、最後の5201型が廃車された後、同年3月に、最終増備編成の5031から5032の2連が竣工した。これにより1 5, 5 1系、5101.5201、系。 k 十二両の置き換えを完了した。本線及び西大阪線の普通運用に投入され、早朝深夜及びデイタイムの西大阪線では二連、それ以外の時間の本線普通及びラッシュ時の西大阪線では四連を蘇生した。同形式同士に加えて、他形式との並結もあり、冷房化改造後の 5261K、5151K、5 3 1 1系 電気市直波制御の量産車5131系5331型との分割併合を実施した。1987年の普通車終日4連開以は4連固定編成で運用されている。1995年には阪神・淡路大震災が発生したが5 0 0 1系の被災車両はなかった。2020年7月1日時点では 廃車は発生しておらず、4両編成8本32両全車が在籍しているが、老朽化とバリアフリー対応の推進のため、5001、型は2023年度末までに5700経営、置き換えられる予定である。1986年8月15日現在、2006年4月1日現在、ありがとうございます。